清水区高橋、2023年3月3日にオープンした麺どころ杉山さん。静岡駅地下道で営業されていた人気店サスケさんが店名も一新して移転リニューアルしました。ワンタン麺以外は均一価格で、サスケさん時代の人気メニューも揃います。追い飯や替え玉がお手頃、トッピングオプションは味玉のみのシンプルなラインナップですね。油は浮いていますが、麺がバッチリ見える透き通った淡麗系醤油スープのワンタン麺。ブランド地鶏などから取った出汁に醤油も複数ブレンドしたこだわりのスープ。繊細という言葉がよく合う、何層も味わいが変わるようなコク深さの極みな飲み口です。チュルンと自然にすすれ、噛んで甘みも楽しめる麺は塩とは異なる平打ちにこだわっています。プルップルな皮にたっぷり肉のあんが詰まったジューシーなワンタンも、柔らかくとろけるチャーシューも最高でした。より透明感あるスープの塩ラーメン。出汁のベースは醤油と同じですが、塩味が割と強く、こちらは醤油より輪郭がはっきり、一口目から出汁の旨味をガツンと味わえる仕上がり。麺はよりもっちもちで歯切れもよく、バランスよくスープに絡んで最高でした。替え玉はスープにつけずに麺だけ食べても素材の旨味が楽しめるので、こちらもぜひお試しを。ゆず辛麺は濃そうな色合いですが、全体的にはあっさり出汁の味。ゆずの香りが全面に出ており、ガツンと柑橘系の甘みと爽やかさが押し寄せます。麺はチュルンとよく絡む醤油と同じタイプ。辛さはマイルドで、ラー油が全体に馴染んで少しずつ口の中が温かくなる感じ。肉味噌を絡めると旨味がガラッと変わり、非常にコク深に。追い飯で余すことなく満喫しました。麺もボリューミーなので、チャーシュー丼まで合わせるとお腹も大満足。淡麗系でさっぱりながらコク深く旨味たっぷりな一品揃い。ぜひお試しください。